はい、スーパーで買ってきました。普通の焼きそばと焼きそばの素、それから、家にありました長ネギ、コーン、冷凍コーン、それから豚肉です。から適当にごま油、青のり、塩から本だしです。こんなもんで作っていきます。では、焼きそばを袋から開けてフライパンの上に乗せます。そしてなんだこれ、ごま油をよいしょ。はい、あんまりかけるとちょっとね嫌味になるんで少しだけにします。はい、それではガスに火をつけます。ノット線をやって、どっこいしょ。はい、でしばらく置いときます。これは豚肉です。これに先ほど日本酒を振りかけました。本当はできれば紹興酒がいいんですけど、ないんで日本酒にします。それから塩を少しパラパラパラと、でよく揉んでおきます。はい、そばを今ですね中火で焼いています。これをちょっとひっくり返します。はい、焦げ目がつきました。これでもう少ししばらく焼きます。はい、そばをですね焼きながら少し端の方に置いておきます。そして、豚肉と、それから今日の具を入れます。で少し焼いていきます。少し麺をほぐしていきます。適当にほぐし、あんまり無理にほぐすと、切れてしまいますので、でこれから、混ぜ合わせます。はい、本出汁を少し入れます。パラ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 、そしてお水も少し入れます。それから、スーパーで買って10円か20円の焼きそばのソース、これを入れます。お好みでなんですけど、全部入れなくて少し8分ぐらいでもいいかもしれないですね。私も少し残した感じでやってます。もうちょっと焼いてソースが完全に全体に伝わるようにします。はい、大体 OK だと思います。では、これを器に入れ替えていきます。それから、青のりですね。青のりを入れます。
で、お好みなんですけれど、マヨネーズくん、マヨちゃんを1,2,3,4,5,7,8。 はい、これで出来上がりです。じゃあこれを食卓の方に持っていきます。はい、それではですね、食してみます。まあその前にちょっと、おいしい。じゃあこれをいただきます。結構色がね濃いですね。味はいかがでしょうか。おいしいですね。色の割には味はすっきりした味で、肉もおいしいです。いいですね。なかなかスーパーの焼きそばも一味格段上がりました。で、もう一杯、これも例によってハイボールです。皆さんもお試しください。はなちゃんのいい加減手料理でした。